先攻が石田区、高校が DG ファン、大津ブルーファイ。福岡アンダーグラウンドからワッサーとスト、昨日は秋葉原、俺は3日間しか東京にいねえけど、今日は池袋にしっかりヒップホップ。俺はどこ行ってもヒップホップが大好き、それは当たり前、ラップバトルなんでもあり、でも俺はやっぱりライブがしたい、ただ次のチャンピオンライブを取りに来てる。それ秋葉原、字が秋葉原、教える勝ち方は分かる、この言葉で渡し方は俺の方がしっかり蓄えてる、だからこんなやつには負けねえ、俺が DJ ファグ、カスカベからレップしてきてる、このレックも勝利を掴んだ俺様だ。秋葉原って読み方は80年代の読み方らしい、俺はヒップホップ90年代が大好き、最近のポップスラップと違えところ、俺はアンクラをレプレゼンしてる、お前は一定カスがやれや、どこでもいい関係で俺は福岡富永レプレゼン、お前よりもやべえとこ知ってる、わっさ富永のモンスター。よしよ、富永モンスターかもしれねえけど書かねえコンプラ、わかるボンクラに教えてやるよ勝ち方、俺言葉ってんだわ、わかるこの場の三辺倒は完全尊重ならば、いつでも俺様の方じゃ、俺も地方ローカル、そっとここまで来てるんだから、おしゃれ終了。いや、熱いです。どっちも熱かったね。すごいですね。それでは皆さんの大きな声で挙手ね。皆さん掴んでないですよね、大丈夫ですよね。大きな声で挙手お願いします。先行石田区が山形と申しと、高校 DG ファンが山形と申しと、先攻高校入れ替わって延長戦。いやまあ、先攻高校入れ替わりました。先攻が DG ファック、高校が石田区、大津ブルーファイ。今日石田区できてるのか、負けて帰る身支度、俺のことが気になる、ビート上ではこいついじめる、いじわる押してやるんで話した、言葉の重みがずれて話し、そんな褒美おじさんにはなりたくねえけど、もう帰りなボーイ。いじわるとかどうでもいいから、とりあえずいじかれな言葉を吐ける、甘い石田区不幸か、俺よーって全部し、革命起こしてきてる、お前はどうでもいい、だってラップがしょうもないし、一歩簡単、お前が意地悪、どうでもいい、俺はきついのドエスの創業人。今日お前がディジカル、かもしれないけど俺はディジファング、わかる、もう一回俺がディジファング、こいつエスと切れてる ET ラップ、それだけかませもわかるって話、バカすぎた時間で話、シートとで溢れてるセルライト、シートとになったレッツ採用、誰かマッサージしてくれって話、えいよ、ツードリンクのドリンクチケットじゃ足りねえの、音を頼らしてくれ、ガソリン切れてるけれども大切、まだまだ熱いもんが足りてる、福岡やっぱり食べたら一乾杯、しっかりお頼んとくれ。終了。いや、いい試合っすね、これは。それではよろしいでしょうか。先攻 DG ファンクが山形と申しと、高校石田区が山形と申しと、お声は DG ファング、手は石田区って感じなんだよな。もしくお願いします。いいですか、もう一度聞きます。先攻 DG ファング山形と申しと、高校石田区山形と申しと、延長で先攻高校入れ替わって延長にしましょう。いやまあ、それでは再延長戦、先攻が石田区、高校が DG ファング、大津ブルーファイ。マイクチェック中に頼むからでかい声出すな、逃げてるビートが聞こえなくなったわ、お前の球の声だけ立てれてもかってこそをしっかりとくれ、お前は見てくれ、どこが聞こえてか敵はねえけれども、俺はやっぱりフローに身を任せ、やっぱ向こうが最高でつらい、マイクチェック聞こえない、いけてるビート、トフキルで締めてるシンコ、わかる、このビートに日本でヒップホップかけてる、この場の日本、ああそれだけで一本やってくだけ、俺ならばマシンに来てるから、いつもあげてくれ、日本のでかいじゃないぜ、あげてく日本の経済、お前の用事気づいて暴れねえから、バッチリと俺に任せてくれ、ちゃんと自分のゴミ箱をわきまえろ、さっきラップ伊藤丸さんが言ってただろうが、自分のここら辺がまだ把握できてない、お前の言ってることは全部鏡でお前に返ってきてる、恥をえいこの場を吐け、今日そうだな、これが
鏡ならコッペル殿下、俺が吠える殿下わかるかな、この殿下ないからいつも一人よがりの殿下が閉まってるような感じが、それじゃ戦士にはなれないはしないね、だから言ってる俺もマイクレクチャーしてもらった動画撮ってる大豆さん、いえ終了。さあそれではよろしいでしょうか。先行石高山形と申すと、ここ DC ファンクの山形と申すと、DC ファンクの勝利です。石高はどこから来てますね。余裕のある人は石高に一杯おごってあげてください。